とマクアリスター、共存が最適解だと証明された模様。前半はバーンリーのプレスに苦しんだリバプールだったが、後半はマックアリスターのポジションを下げることで最終ラインからのビルドアップの出口を増やすことに成功。トップ下のエリオットも効果的に下がってボールを受けることで、相手のプレスに対して局面ごとに数的優位を作り出した。これにより不用意なボールロストが減ったことで、前半にリバプールゴールを脅かしたバーンリーのカウンターは激減。遠藤が得意ではない後ろ向きの守備をしなければいけない場面が減り、ユルゲン・クロップ監督のチームらしい前線からの連動したプレスも復活。隣にマックアリスターがいることで日本代表 MF の守備範囲も狭まり、得意な制限がかかった上での前向きの守備ができるようになった。その結果、遠藤はチーム最多タイとなる4つのタックルを成功させ、高い位置から攻撃の起点となった。戦術した通り、52分の勝ち越しゴールの場面も遠藤が得意とする守備から生まれたものであり、勝利に直結する重要な役割を果たした。いかに遠藤のタスクをシンプルにして、彼の得意とする形に持っていけるかが重要だということが、この試合の前半と後半の比較で明らかとなった。遠藤とマクアリのツーボラよくね。マクアリと遠藤の最適解はツーボラなのか。遠藤マクアリのコンビの安定感エグい。遠藤とマクアリのツーボラ、一番可能性感じる。後半遠藤とマクアリのツーボランチめちゃくちゃ効いてたわ。後半の二人の距離感が良くてビルドアップが楽になった。遠藤とマクアリでポジション争わせるんじゃなくて、ツーボラにして共存させるのが最適解っぽい。いつもの偽 SB じゃなくて通常の SB にできるから幅が広がる。これはこれからも楽しみだな。やっぱり遠藤とマクアリスターの共存は前からみんなが言ってる通り良かったんだということが証明されましたね。もし遠藤とマクアリのにボランチが機能し続けるなら、ライカのカルバーヨのローンバックも選択肢に入るのかな。ツーボラいいよね。マクアリの展開力も活かせるし、ビルドアップの幅が広がるし、二人ともやりやすいんじゃない。相手の出方を見て変えてくるクロップの変幻自在の戦術は、さすがという他ない。クロップがマクアリスターと遠藤の世界戦が獲得する前からある程度見えていたのなら、本当にすごい監督だと思う。そもそも遠藤このメンバーでスタメンはエグ。ホットな話題から現地の声まで、他とは違った視点で情報発信中です。ぜひチェックしてね。